ます。まず4番犬を抑えました6番磯田が逃げ体勢を取ります。中段に下げた4番犬、外に上げたのが3番竹川です。さあさらに下げました4番犬翔平が7番手下げます。中段からは3番犬翔平、さあ2番の村本慎吾、ここは切れ込んで外からかましていった4番犬翔平がかまします。倉岡慎太郎、吉本哲郎、3名がかまし先行です。6番の磯田は中段、5番の大沢、そして6番手2番の村本、8番の遠藤、3番の竹澤、8番で置かれました。9番の佐村、最高峰2コーナーからバック、ホームからかまし先行4番犬翔平。さあこれは絶好となった感じは地元の倉岡慎太郎、3番手は吉本哲郎です。4番手から5番手は関東勢、6番磯田、5番大沢直線、4番犬翔平、さあ1番倉岡慎太郎、その外から吉本哲郎、アウトコースは6番磯田明、地元の倉岡慎太郎か、どうやら地元の倉岡でしょうか。吉本6番磯田、5枠の2名迫っていきましたが、わずかに地元の倉岡慎太郎でしょうか。犬翔平のかまし先行、番手から追い込んだ倉岡慎太郎です。倉岡、吉本、磯田、1番、7番、6番であります。どうやらわずかに地元倉岡慎太郎、地元 V を飾っています。 S 級から降格初戦、地元 V は1番倉岡慎太郎、7番吉本、6番の磯田、1番、7番、6番でしょうか。審判からの決定放送までお待ちください。以上、決勝戦でした。